はい、皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今は2024年の9月の24日です。今回はトランプ大統領の出した声明をご紹介したいと思います。2度目の暗殺事件に関するものです。それでは早速いきます。速報。カマラ・ハリス、ジョー・梅田司法省と F 機関は、7月以来の私の命を狙った2度目の暗殺未遂事件を不適切に扱い、軽視しています。 狂気の暗殺者に対する告訴は軽いものです。私が大統領選に向けた最初の歴史的不代理運動を発表して以来、司法省と F 機関は武器化された法律で私を執拗に追っているので当然のことです。ロノ国、ロノ国、ロノ国、うの国、うの国、うの,の国、イランイランイラン弾劾デマ1、弾劾デマ2、違法かつ違憲な自宅襲撃後にもたらされた無法文書デマ、 私は司法省の不法行為を訴えています。ワシントン DC での6月6日のデマ、6月6日非選択委員会が全ての文書を違法に削除及び破棄しました。マンハッタン地方検事のゾンビ事件、ニューヨーク司法長官詐欺、私の不代礼運動に対する違法なスパイ行為、地獄の梅田カリウドのパソコンの中身の検閲まで、 これは、ロノ国の干渉と偽情報であると嘘をついて主張した、偽の51人の諜報員によって犯罪的に主導されましたが、ラップトップは実際には、梅田狩人のものであり、ロノ国ではなく、根性のねじくれ曲がった梅田とその家族の数十年にわたる詐欺行為と、彼らの対立候補である私の政治的な活動に対する多くの無法で過激な攻撃を、 暴露したものです司法省と F 機関は長い間トランプを捕まえることに執着してきたため利益相反があります不代で干渉や私に対して起こされたインチキの訴訟さらには地方検事や司法長官に対する彼らの支配などにより梅田・ハリス司法省 F 機関が暗殺未遂事件を捜査するとは非常に信じがたいことです 驚いたことにペンシルベニア州バトラーであの運命の日に銃弾が私の耳を貫通した後 F 機関の長官は議会に出席し銃弾ではなかったかもしれないと嘘をつきただのガラスか破片だったと言いましたこれは私の最悪の敵でさえ非難する嘘です 彼の発言は恥ずべきもので、特に何百万人もの人々が生で目撃したため、彼は直ちに撤回を余儀なくされました。司法省と F 機関が誠実かつ偏見なく職務を遂行できず、暗殺を企む犯人に法の定める最大限の責任を負わせることができない場合、ロン・デサンティス知事とフロリダ州はすでに捜査と起訴を主導することに合意しています。 フロリダ州の罪状は F 機関が発表したものよりはるかに重いものとなるでしょう。真実はどこへ向かおうとも追求されるでしょう。米国の司法制度は腐敗し信用を失っています。特に第45代アメリカ合衆国大統領ドナルド・ジェイ・トランプに関しては、フロリダ州にこの事件を任せましょう。というものです。はい、以上今回はここまでです。それではまた。